バーチャル猫は、2018年に、インターネット上に突如発生した、バーチャル存在の猫です。猫活動と、挨拶活動。それから、猫なのに、音楽活動なんかもしている、不思議な猫です。近頃は、食事に、とても関心があるそうです。大変興味深いですね。バーチャル猫マシンは、マシンのバーチャル猫です。時に空を飛び、時に海を渡り、世界中の様々な皆さんのところに赴いて、挨拶活動をしています。間違えても、マシンではなく、ロボットなどと呼んではいけません。信じられないくらい怒りますので、気をつけましょう。宇宙バーチャル猫は、宇宙から、なんとなく地球にやってきた、宇宙のバーチャル猫です。言葉や文化を勉強しながら、毎日をなんとなく過ごしています。大変素敵ですね。バーチャル猫ウミウシは、海に住んでいるバーチャル猫です。煮干しが大好きで、よくバーチャル猫から与えられています。その時の気分で、なんとなく大きさが変わったりします。大変不思議ですね。他にも、様々なバーチャル猫が存在しています。ぜひ皆さんの目で、確かめてください。